田園迷信宮沢賢治当の奉者の成し時良きそのなさは必ずや鬼ぞうかがうと今示しめし頭かむろの人ありき山はかすみてめくるめき霧紫に燃ゆるころその農園の遠すぎていちご求めし乙女あり」。 そのと昼はひねもすを風にガラスの点をまき夜はよもすがら悩ましき恨みの歌を歌いけり若き主はひとひらの白道をもて帰れるに乙女静かにつぶやきてこのその我がそのというかくてかりんの身は黄ばみ池になはの狩るるころ お港なりしその乙女そのおば町に売りてけり」。